おございますミニマリスト投資家のあきらです、えー、今回はですねえっ、ー、ともうタイトルの通り理覚します で幸運にもですね、まあ、今週月曜日からですね昨日から金の売りのポジションを取りましてで金がですね、まあ、急落をしました1日で2%ぐらい下がって、まあ、非常にですね大きな利益が出たので、まあ、これをどうするかっていう一例を皆さんにご紹介したいなと思いますはい私は本業は会社員なんですけど、まあ、それ以外にも投資家として活動はしておりますあの気になる方はちょっと一時停止で見ていただければと思います はいということで、まあ、何が起きたのというところと、まあ、実際ポジションをどうしようかなという一例をですねご紹介できると思っておりまいいろいろちょっとニュースは見てみたんですけれども、まあ、多く書かれている記事としては、まあ、パ,ウエルあパウエルさんがですね、えー、FRB の、まあ、続投されるということですで。パウエルさんはもう1人のですね、まあ、候補となる、まあ、ブレイナードさんと比べると、まあ、より高派という感じですね。 でこのタカ派とハト派の意味が分かんない方のために簡単にお伝えをするとハト派,派っていうのは、まあ、平和の象徴のハトの通り、まり、あ、温暖にやっていこうっていう感じの方のタイプのことをハト派と言いますえつまり今の米国はこれからテーパーリングをどん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 と進めていってえ来年には利上げをするというふうに言われているので、まあ、よりハト派と言われている、えー、ブレイナードさんのことであれば テーーパリングのスピードは少し遅くするで、利上げは来年ではなく再来年つまり2023年ぐらいに始めるというような考えにな,りなるような傾向の方を今回の場合はハトハといいう,うに言われています。でパウエルさん自体は決してタカ派の人とはあまり言われないんですけど、まあ、ブレイナードさんと比べるとよりタカ派つまり利上げは来年にするもしくはもっと早くする。 そうなってくると、まあ、ドル高が顕著になってくるので、まあ、ドルと逆相関をする金は下がるということが、まあ、昨日ですねより顕著に現れたということだと思っていますなので、まあ、今回の動画を通してですね、まあ、あなたができるようになることとしては、まあ、利益が多く出た時の、まあ、ポジションの調整の事例をです、ねまあ、ご紹介したいなというふうに思っておりますで大事なことは あの利益が出てからも大事なんですよね。非常にここ2ヶ月ぐらい短期投資を始めてみました。けれども、もまあ、利益が出てからも大事だということを何回も経験しました。あのポジションをね。取ることによってまあ、最初ちゃんと利益が出るか、翌日とか2日後とかに。 自分が思った通りの動きになって利益が出るっていうことも大事なんですけど、まあ、利益が出てからもちゃんとポジションを調整しないと、まあ、せっかく出ていた含み益がですね含み損に変わってしまうっていう経験をもう2回か3回ぐらいしましたなのでよく損は小さく利益は伸ばすっていうことを言われますけど、まあ、それが大事だということを非常に痛感していてで今回いいタイミングがあったのでそれをご紹介したいというふうに思います でですね、ポジションの調整の事例というのはいくつかあって、まあ、簡単に分けるとこの3つかなと思ってします。えー、全てをすするっていうのはまず1つ目ですね、まあ、これは目標の価格まで到達したとかもしくは目標の価格までは到達していないんだけれども、えー、もう明日明後日ににんか重要なイベント、えー、つまり例えば消費者物価指数が発表されるとか、えー、何かオペック会議があるとか。 まあそう,いうですね大きなイベントを控えている時っていうのは、まあ、急にトレンドが変わったりするのでもう今の段階で、えー、もう利確しておくっていうことが、まあ、保守的な考えの一つとしてありますで2つ目はですね一部利確するっていう感じですね、まあ、一定の利益にも満足したので、えー、利確するただこれからまだ利益が出るというふうに見込んでいるので、まあ、全部は利確しないという感じですねで最後3つ目は、まあ、利確を全くしない これはまだまだ利益が出ると思っているので、えー、まあ、そのままにしておくっていう感じです。ではですね、早速金の相場と、あと欧州の50、こちらも一緒に投資をしているので、早速その事例を使って見てみたいと思います。でまず本題の金なんですけど、まあ、まず顧客センチメートを見てみると、今この金を見ると79%の買いになってますね。つまりまだまだ下がるかなというふうに思っています。 で先物の,のポジションを見ていても、基幹投資家の方のポジションの数は年間を通して少し高めなので、これからまだ下がる余地はあるかなと思っています。で、これ早速金ですね、えー、昨日、ここからぐんと、確か2%ぐらい、そうですね、2.3%ぐらい下がりました。もともと金はですね、きの日の朝、え、ー 8時かな日本時間の8時に市場がオープンしたと同時に売りを始めたんですけれども運よくですね昨日は2.3%も下がって1日で2%を超える利益が出ましたでこの金を売るっていうのはちなみにあのポストプライムの方でプライム投稿をしておりますのでそちらもし興味のある方はちょっと有料になってますけど最初の月は無料 ししててていいるはずなのでぜひチェックしてみてくださいあの毎週必ず1回、い週は2回、自分の投資アイデアをですね皆さんに共有するようにしていますで。今週は金の売りと欧州50の売り、これをご紹介しました。でまあ、運良く両方当たっているという感じです、はい。では本題に戻しますけれども、まあ、こういうふうに金の利益が大きく出ました。でこの青いラインがポジションを持った瞬間のまあ価格。 で、えー、緑のラインがあ、まあ、目標とする金額ですね。で、もともとはですね、まあ、こんな感じになってました。ちなみに赤が損切りラインです。こんな感じで始めたんですけど、まあ、1日でこれだけ下がったので、まあ、やったということで、まあ、利益は大きく出たというところですね。で、これを踏まえてどうしたのかというと、まず、うん、目標とする利益を少し。 大きくしましたまた、あ、ここで、えー、理学をしてもいいんですけど、まあ、これを見る限り過去の,です、ね、この三角持ち合いの部分がいろいろあるので、まあ、さっきの部分のです、ね、ここら辺まで、えー、っと利益と目標とする利益を大きくしましたこれを見ると分かるんですけどだいたいここにまず1つのボックスつまりここのラインであここのレンジで動く段階と 次、ここの段階で動くレンジっていうのがあると思うんですよ。見ると大体わかると思うんですけど。ですでに、ここに、下のレンジに入りかけていて、もっと下がる可能性があるのと、まあ、さっきのですね、えーっと、顧客センチメントとか、先物の,のポジションを見ても、まだ下がると。で、えー、長期的に見るとですね、えーっと、こういうふうに見ればわかると思うんですけど、下落トレンドですね。まあ、これはもう皆さんご承知の通り、来年には利上げをすると。 つまりドルが上がる金が下がるというトレンドが多くの方に見えているので今こういう年間のですね長期的なスパンで見ると金は下落に入っているので、まあ、まだまだ下がると思ってちょっと利益の目標とする利益を大きく増やしましたでもともと持っていた損切りのラインはここでしたけれども、まあ、これを損益分岐点に変えましたもうこれだけ下がったので次ここに上がるってことはまあそうそうないかなと思っています なので、損切りラインをこの青いラインに重ねればですね、もう僕に損はないです。えっと、で、どうポジションをまずどうしたかっていうと、僕の場合は今回はですね、もう半分利確しました。まあ、これだけ2%を超える利益が出るっていうことは、まあ、自分にとってもですね、結構大きな利益なので、もう半分ぐらいは利確していいんじゃないかなというふうに思って、半分利確しました。つまり僕が残っている残りのポジションっていうのは半分ですね。 半分でこれが残念ながらまたこの上昇していて赤いラインになっていたら僕はもともと持っていたポジションの半分は利益が出て半分は損益なしプラスマイナス0円ですねつまりこういうふうに一旦ですね大きな利益が出れば一部利確して一部残った半分を損益分岐点に逆差し値を変えることでですねもう僕の損益は 必ずプラスになるという非常にスストレスフリーなですね投資ができるということですこれをもし損切りをですねこのままにしていた場合もしこれがまたぐんと急に何かのイベントだったり発表でトレンドが変わった時には、まあ、せっかく利益が出たのにここからまたあ上がっていって下手したらあ損益がプラスマイナスゼロになってしまう可能性もあるわけですね。でよく投資の場合は小さな利益をコツコツと積み上げる。 で、損はできるだけ小さくするというふうに言われているので、まあ、私の場合はこういうふうに、今回の場合は損益分岐点に逆差し値をですね、まあ、重ねて、で、半分ぐらいは利益を確定するっていう感じです。で、これができれば、えー、もうマイナスになることはないわけですね。で、あとこれから金がより下がるかっていうのは、まあ今後の楽しみっていう感じです。なんで、私の場合はこういうふうに、 半分を利確して半分のポジションを残して、えー、損切りの逆差し値は損益分岐点に変えるというポジションを今回の場合は取りましたただこれがもし、えー、今週の水木金とかにですね何か大きな発表を控えているとかイベントを控えているっていうことであれば多分今回の場合だったら私は全部利確しているというふうに思っていますはいですねこれがまずゴールドの例ですね金で、えー、おまけとしてですね昨日 えっと、欧州50のインデックスですね、まあ、指数、これも売り用しました。で、今回の場合は、これさっきと同じなんですけど、えー、青いラインがポジションを持ったところ、で赤いラインがあそ、えー、と損切りラインで、緑が目標とするレベル、つまり差し値ですね。で、今回の場合は、欧州50は、まあ、ちょっと昨日下がりましたねあの、プラスになっています。で、ただ、 ま,あまだまだこの移動平均よりも高いですし MacD のトレンドは下がったばっかりなので、まあ、もうちょっと下がるだろうというふうに思っていますなのでこれがもう少し、まあ、ここら辺までいったら半分ないし77割ぐらいは利確しようかなと思っています、まあ、今のラインでですね半分利確をして逆差し値を変えることもいいんですけど、まあ、まだまだちょっと下がる余地があるんじゃないかなというふうに思っているので まあこの場合は何もしないですね。さっきで言うと選択肢が3の状況です。まあ、これだけ損が出てもいいかなと思っていますし、これだけえもうちょっと下がるんじゃないかというふうに思っているので、まあ、欧州50の場合はこのままですね。で、これはあテクニカル分析の部分だけじゃなくてフ、ファンダメンタル的な要素もあって、まあ、欧州は今、あのコロナの再拡大がちょっとですね、まあ、てんやわんやしているという感じです。 でこれもう皆さんご存知の通りそんなにですね、再拡大ががっと広がったときに1ヶ月、2ヶ月ぐらいでシュッとまた収まるわけでもないんですよなのでそれを考えるとですね、まあ、年末ぐらいにかけてもしかしたらちょっと回復するかもしれませんが、まあ、少なくともですね、この1日とか1週間、2週間ぐらいで何かが変わるということはないというふうに思っています、まあ、もしですね、えー、っと今あ コロナウイルスは飲み薬がですね、えー、承認される傾向になっていますけれども、まあ、新しい薬が出てくるとかですねそういうことがあれば急にこれがあまたグッと上昇する可能性もあるので、えー、その分は怖いですけれども、まあ、今のおっとしてる尻がはい大丈夫、えー、今の段階であれば、まあ、このままちょっとポジションを持っていようかなというふうに思っていますはいこんな感じですね と、はい、ということでちょっとまとめに入りますけれども、まあ、利益の大きさと、まあ、状況を踏まえてポジションの調整っていうことはまあ非常に大事ですね指、まあ、し値とか逆指し値を日々調整することで、えー、自分の損益がない状態でポジションを持つっていうこともできます逆にポジションの調整をしないと自分が正確持っていた含み益がまあ数千1万円2万円10万円100万円だった場合に急にです、ね、トレンドが変わるとそれが逆にですね含み損になってしまって まあ非常にがっかりするとということがあの先月ありましたなのでこれを踏まえてですね是非、まあ、日々ですね、まあ、チャートを見ながら指し値と逆指し値は調整するということは大事にしていただければなというふうに思っています今回みたいな大きな利益が出ればですね損なしでポジションを持てる状態にできて非常にワクワクしながらですね毎日を過ごせるので非常に自分にとっては今ストレスフリーで投資を楽しんでいるっていう感じですね と、はい、ということで今日もご視聴いただいてありがとうございました途中でお話をしましたけれども毎週1回は必ずポストプライムのプライム投稿有料の投稿の方で自分の投資アイデアをご紹介していますで今回の場合はですね、まあ、金の売りと欧州50の売りこちらが両方当たって今大きな利益になりています最初の月はですね無料だと思いますのでぜひご興味がある方はポストプライム のプライム投稿の方にも遊びに来ていただけると嬉しいです。まあ、それ以外にもですね、SNS 各種やっていますので、ぜひ遊びに来ていただけると嬉しいです。はい、ということで今日はですね、まあ、理覚するということで、金の急落に関してちょっと一部ご紹介をさせていただきました。はい、ということで今日もご視聴いただいてありがとうございました。良い一日を。